複合汚染は、有吉沢子の長編小説。1974年10月14日から1975年6月30日まで、朝日新聞に連載された。連載中から大きな反響を呼び、連載終了前の1975年4月に、新潮社から単行本上館が出版され、7月に出版された下館と合わせて、ベストセラーとなった。現在でも、 環境問題を考える上で、しばしば言及される、ロングセラーとなっており、レイチェル・カーソン、沈黙の春の日本版にも例えられる。タイトルの複合汚染とは、複数の汚染物質が混合することで、個々の汚染物質が単独の場合に与える被害の質、量の総和を超える、相乗的な汚染結果が現れることである。本作品は、 環境汚染問題について社会に警鐘を鳴らすことを目的として書かれた主な指摘はである。すでに水俣病や四日市全息の被害などから公害問題の深刻さは意識されていたが、個々の現象を単独に捉えるのではなく、自然環境の破壊という大きな問題形の中で関連づけて考えるべきであることを やや戦場的だが平易な筆致で描き出したところに意義がある。本作品は、高骨の人に続く、形成の書として話題を集めたが、テーマが科学、生物学など自然科学の専門的知見に関わる上、行政やメーカー企業などの既得権益にも揺さぶりをかけるものであったため、発表当時その内容には多くの反発や批判も投げかけられた。作者自身、 作品中で、この連載がうまくいったらバリ増減を受けるであろうと、レイチェル・カーソンの例を引きながら先回りして書いているが、農薬使用の禁止は非現実的である、洗剤や食品添加物使用の危険度の指摘は誇張である、といった専門家からの反論があった。粉ギをイネのコンパニオンプランツと紹介するなど、実情や生物科学面でも間違った記述がある。本作品は、 ベストセラーとして作者の知名度を大きく高めたが、その文学的形式を既存のジャンルに分類しがたい点では極めて異色である。通例、小説に分類されるが、物語性を前面に出す作者の通例の作風とは一線を隠しており、一貫したプロットに沿った主人公も登場人物も存在しない。一方、ノンフィクションに分類することも不可能ではないが、 途中から一種の狂言回しとして登場する横丁のご隠居の存在や専門家に取材する作者のえーと何もわかりませんというかまととぶりなどは事実とは考えにくくノンフィクションの手法を外れた部分も大きいこうした作品が朝日新聞の小説欄に連載されたこと自体が当時としては画期的な出来事であり連載開始当時終わって間もなかった参院選における 一川ふさえ応援の裏話から話が始まっていることも含めて読者の注意を引く効果を十分に計算したものであった。作者は連載にあたって学芸部に必ず多くの読者を捕まえてみせると言い切ったと後書きで述べておりまた読者に難しいテーマの話を関心を持って読み続けてもらうよう特に工夫したとも述べていて自信のほどを伺わせる。しかし、こうした 型破りな表現形式については賛否両論があり、特に冒頭の参院選の話が途中で途切れてしまう。点については構成の破綻だとするなどの厳しい批評が多い。一方、これまで作者の作品を認めてこなかった群像編集長大久保久夫が有吉沢子がついに純文学を書いたと語ったという説もあり、文芸評論家の評価は一定していない。 作者は、高骨の人及び本作品によって最も知られており、社会派的作家というイメージが強い。しかし、後書きにある日本文学古来の伝統的主題であった花鳥風月が危機にさらされているとき、一人の小説書きがこういう仕事をしたのがいけないという理由などあるでしょうかという言葉からは、作者が一貫して持っていた日本の歴史、 伝統への関心と愛着が発想の停流に維持されていることが読み取れる。一方、作者にとって本作品は気候文、女二人のニューギニアを除き、長編では初めて私を語り手とした一人称、小説であり、有吉沢子の中国レポートなどその後のルポルタージュへとつながる転換点でもある。宮城真理子との対談、私たちの20年での発言。 関川夏夫、女流、林文子と、有吉沢子集英社、2006年、208ページ。奥野竹夫、複合汚染新潮社文庫版解説、及び阿川博之、三浦守門、奥野竹夫、追悼、有吉沢子、人と文学における、奥野竹夫の発言。ありがとうございます。